白地、坂口安吾。その家には、人間と、豚と犬と、鶏とアヒルが住んでいたが、全く、住む建物も、おののの食い物も、ほとんど変わっていやしない。物置のようなひん曲がった建物があって、 会荷には主人夫婦。天井裏には母と娘が曲がりしていて、この娘は相手のわからぬ子供をはらんでいる。伊沢の借りている一室は母屋から分離した小屋で、ここは昔、この家の廃病の息子が寝ていたそうだが、廃病の豚にも贅沢すぎる小屋ではない。 それでも、押し入れと便所と戸棚がついていた。主人夫婦は仕立て屋で、町内のお針の先生などもやり、それがゆえ、廃病の息子を別の小屋へ入れたのだ。町会の役員などもやっている。曲がりの娘は、元来町会の事務員だったが、町会事務所に寝泊まりしていて、 町会長と仕立て屋を除いた他の役員の全部の者、十数人と公平に関係を結んだそうで、そのうちの誰かの種を宿したわけだ。そこで町会の役員どもが虚金して、この屋根裏で子供の始末をつけさせようというのだが、世間は無駄がないもので、役員の一人に豆腐屋がいて、この男だけ、 娘が妊娠してこの屋根裏に潜んだ後も通ってきて、結局娘はこの男の目かけのように決まってしまった。他の役員どもは、これがわかると早速虚金をやめてしまい、この別れ目の一ヶ月分の生活費は豆腐屋が負担すべきだと主張して、支払いに応じない、八百屋と時計屋と地主と、 何屋だか七八人あり、一人あたり金五円。娘は今に至るまで地団だ踏んでいる。この娘は大きな口と大きな二つの目の玉をつけていて、そのくせひどく痩せこけていた。アヒルを嫌って鶏にだけ食い物の残りをやろうとするのだが、 アヒルが横から巻き上げるので、毎日腹を立ててアヒルを追っかけている。大きな腹と尻を前後に突き出して、奇妙な直列の姿勢で走る格好がアヒルに似ているのであった。この路地の出口にタバコ屋があって、五十五という婆さんがお城いをつけて住んでおり、 七人目とか八人目とかの丈夫を追い出して、その代わりを中年の坊主にしようか、やはり中年の何屋だかにしようかと反問中のよしであり、若い男が裏口からタバコを買いに行くと、いくつか売ってくれるよしで、ただし闇ね。先生、伊沢のこと、もう、裏口から言ってごらんなさいと仕立て屋が言うのだが、 あいにく伊沢は、勤め先で特配があるので、ばあさんの世話にならずに住んでいた。ところが、その筋向かいの米の配給所の裏手に、小金を握った未亡人が住んでいて、兄、職工と妹と二人の子供があるのだが、この真実の兄弟が夫婦の関係を結んでいる。 けれども未亡人は、結局その方が安上がりだと黙認しているうちに、兄の方に女ができた。そこで妹の方を片付ける必要があって、親戚にあたる、五十とか六十とかの老人のところへ嫁入りということになり、妹が猫いらずを飲んだ。飲んでおいて、下手屋、伊沢の下宿、へ。 お稽古に来て苦しみ始め、結局死んでしまったが、その時町内の医者が心臓麻痺の診断書をくれて話はそのまま消えてしまった。えどの医者がそんな便利な診断書をくれるんですかと、伊沢が行転して尋ねると、下手屋の方があっけに取られた面持ちで、何ですかよそじゃそうじゃないんですかと聞いた。 この辺は安アパートが林立し、それらの部屋の何分の一かは、めかけと陰梅が住んでいる。それらの女たちには子供がなく、また、おのおの部屋をきれいにするという共通の性質を持っているので、そのために管理人に喜ばれて、その私生活の乱脈さ、背徳性などは問題になったことが一度もない。 アパートの半数以上は軍需工場の寮となり、そこにも女子停身隊の集団が住んでいて、何かの誰さんの愛人だの、課長殿の戦時婦人、というのはつまり、本物の婦人は疎開中ということだ。だの、重役の二号だの、会社を休んで、月給だけもらっている妊娠中の停身隊だのがいるのである。 中に、一人五百円の目かけというのが一個を構えていて、先望の的であった。人殺しが商売だったという満州浪人。この妹は下手屋の弟子。の隣は、死圧の先生で、その隣は、下手屋銀次の流れを組む、その道の達人だということであり、その裏に、海軍少尉がいるのだが、毎日魚を食い、 コーヒーを飲み、缶詰を開け酒を飲み。この辺りは一尺掘ると水が出るので、防空壕の作りようもないというのに、少尉だけはセメントを用いて、自宅よりも立派な防空壕を持っていた。また、伊沢が通勤に通る道筋の百貨店、木造二階建ては、戦争で商品がなく休業中だが、 二階では連日賭場が会長されており、その顔役はいくつかの国民酒場を占領して、行列の人民どもを睨みつけて連日泥酔していた。伊沢は大学を卒業すると新聞記者になり、続いて文化映画の演出家、まだ見習いで単独演出したことはない、になった男で、 二十七の年齢に比べれば、裏側の人生にいくらか知識はあるはずで、政治家、軍人、実業家、芸人などの内幕に多少の消息は心得ていたが、バスへの商工場とアパートに取り囲まれた商店街の生態が、こんなものだとは想像もしていなかった。戦争以来、 人心がすさんだせいだろうと聞いてみると、い,いえ、なんですよ。この辺じゃ、さっきからこんなものでしたね。と、下手屋は哲学者のような面持ちで、静かに答えるのであった。けれども最大の人物は、伊沢の隣人であった。この隣人は気違いだった。相当の資産があり、 わざわざ路地のどん底を選んで家を建てたのも、気違いの心遣いで、泥棒ないし、無用の者の,の侵入を極度に嫌った結果だろうと思われる。なぜなら、路地のどん底にたどり着き、この家の門をくぐって見渡すけれども、戸口というものがないからで、見渡す限り、格子のはまった窓ばかり。 この家の玄関は、門と正反対の裏側にあって、要するに、一辺ぐるりと建物を回った上でないと、たどり着くことができない。無用の侵入者は、サジを投げて引き下がる仕組みであり、内視は、玄関を探してうろつくうちに、何者かの侵入を見破って、警戒管制に入るという仕組みでもあって、隣人は、 浮世の俗物どもを好んでいないのだ。この家は相当まかずのある二階建てであったが、内部の仕掛けについては物知りの仕立て屋も多く知らなかった。基地外は三十前後で母親があり、二十五六の女房があった。母親だけは、 正気の人間の部類に属しているはずだという話であったが、強度のヒステリーで、配給に不服があると、裸足で町会へ乗り込んでくる、町内唯一の除血であり、基地外の女房は白痴であった。ある幸良き年のこと、基地外が発信して、白装束に身を固め、四国変路に旅立ったが、その時、 四国のどこかしらで白地の女と意気統合し、変呂土産に女房を連れて戻ってきた。基地は風彩堂々たる高段誌であり、白地の女房は、これも叱るべき家柄の、叱るべき娘のような品の良さで、目の細々とうっとうしい、売りザネ顔の古風の人形か能面のような美しい顔立ちで、 二人並べて眺めただけでは、美男美女。それも、相当強要深遠な、高一対としか見受けられない。基地外はどの強い金眼鏡をかけ、常に漫画の読書に疲れたような、うれわしげな顔をしていた。ある日この路地で、防空演習があって、おかみさんたちが活躍していると、 気流し姿で、げたげた笑いながら見物していたのがこの男で。そのうち、にわかに防空服装に着替えて現れて、一人のバケツをひったくったかと思うと、えいとか、やあとか、ほうほうという数種類の奇妙な声をかけて、水を汲み、水を投げ、はしごをかけて塀に登り、屋根の上から号令をかけ、やがて一条の演説、 訓示を始めた。伊沢はこの時に至って、初めて気違いであることに気づいたので、この隣人は、時々垣根から侵入してきて、下手屋の豚小屋で、残飯のバケツをぶちまけついでに、アヒルに石をぶつけ、全然何食わぬ顔をして、鶏に餌をやりながら、突然蹴飛ばしたりするのであったが、 相当の人物と考えていたので、静かに木霊などを取り交わしていたのであった。だが、キチガイと常人とどこが違っているというのだ。違っているといえば、キチガイの方が常人よりも本質的に慎み深いぐらいのもので、キチガイは笑いたい時にげたげた笑い、演説したい時に演説をやり、 アヒルに石をぶつけたり、2時間ぐらい豚の顔や尻をつついていたりする。けれども彼らは本質的に遥かに人目を恐れており、私生活の主要な部分は特別最新の注意を払って他人から絶縁しようと不信している。門からぐるりと一回りして玄関をつけたのもそのためであり。 彼らの私生活は、概して物音が少なく、他に対して、無用なる饒舌に乏しく、試作的なものであった。路地の片側はアパートで、伊沢の小屋にのしかかるように、年中水の流れる音と、女房どもの下品な声が溢れており、姉妹の陰苗が住んでいて、姉に客のある夜は、 妹が廊下を歩き続けており、妹に客のある時は、姉が深夜の廊下を歩いている。キチガイがゲタゲタ笑うというだけで、人々は別の人種だと思っていた。白地の女房は、特別静かでおとなしかった。何かおどおどと口の中で言うだけで、その言葉はよく聞き取れず、 言葉の聞き取れる時でも意味がはっきりしなかった。料理も、米を炊くことも知らず、やらせればできるかもしれないが、ヘマをやって怒られると、おどおどして、ますますヘマをやるばかり。配給物を取りに行っても、自身では何もできず、ただ立っているというだけで、みんな近所の者がしてくれるのだ。 キチガイの女房ですもの、白痴でも当然、その上の欲を言ってはいけますまいと人々が言うが、母親は大の不服で、女がご飯ぐらい炊けなくって、と怒っている。それでも常は、たしなみある品の良い婆さんなのだが、何がさて、一方ならぬヒステリーで、狂い出すと、キチガイ以上にどう猛で、 三人の気違いのうち、ばあさんの共感が頭抜けて騒がしく病的だった。白痴の女は怯えてしまって、何事もない平和な日々ですら、常におどおどし、人の足音にもぎっくりとして、伊沢が、やあ、と挨拶すると、えってぼんやりして立ちすくむのであった。白痴の女も、 時々豚小屋へやってきた。キチガイの方は我が家のごとくに堂々と侵入してきて、アヒルに石をぶつけたり、豚のほっぺたを突き回したりしているのだが、白地の女は音もなく影のごとくに逃げ込んできて、豚小屋の影に息を潜めているのであった。いわばここは彼女の退避所で、そういう時には、 災害林下で、おさよさん、おさよさん、と呼ぶ婆さんの鳥類的な叫びが起こり、その度に白地の体は、すくんだり、傾いたり反響を起こし、仕方なく動き出すには、虫の抵抗の動きのような、長い反復があるのであった。新聞記者だの、文化映画の演出家などは、専業中の専業であった。 彼らの心得ているのは時代の流行ということだけで、動く時間に乗り遅れまいとすることだけが生活であり、自我の追求、個性や独創というものはこの世界には存在しない。彼らの日常の会話の中には、会社員だの、管理だの、学校の教師に比べて自我だの人間だの、 個性だの独創だのという言葉が氾濫しすぎているのであったが、それは言葉の上だけの存在であり、ありをはたいて女を口説いて、二日酔いの苦痛が人間の悩みだというような、バカバカしいものなのだった。ああ、日の丸の感激だの。兵隊さん様ありがとう。思わず目頭が熱くなったり、 ずどずどずどは爆撃の音。無我夢中で地上に伏し、パンパンパンは機銃の音。およそ精神の高さもなければ、一行の実感すらもない架空の文章に浮き身をやつし、映画を作り、戦争の表現とはそういうものだと思い込んでいる。またあるものは、軍部の検閲で書きようがないというけれども、 他に真実の文章の心当たりがあるわけでなく、文章自体の真実や実感は、検閲などには関係のない存在だ。要するに、いかなる時代にも、この連中には内容がなく、空虚な自我があるだけだ。流行次第で、右から左へどうにでもなり、通俗小説の表現などからお手本を学んで、 時代の表現だと思い込んでいる。事実時代というものは、ただそれだけの先迫愚劣なものであり、日本二千年の歴史を覆すこの戦争と敗北が、果たして人間の真実に何の関係があったであろうか。もっとも、内政の希薄な意志と、修具の盲導だけによって、 一国の運命が動いている。部長だの社長の前で、個性だの独創だのと言い出すと、顔を背けて、バカな奴だという限外の表示を見せて、兵隊さんようありがとう。ああ、日の丸の感激。思わず目頭が熱くなり、OK。新聞記者とはそれだけで、事実。 時代そのものがそれだけだ。師団長閣下の訓示を三分間もかかって長々と映す必要がありますか職工たちの毎朝のノリトのようなヘンテコな歌を一から十まで映す必要があるのですかと聞いてみると部長はぷいと顔を背けて下打ちして闇場に振り向くと 貴重品のタバコをぐしゃり灰皿へ押しつぶして睨みつけて、おい、怒涛の時代に美が何者だい。芸術は無力だ。ニュースだけが真実なんだ。と、怒鳴るのであった。演出家どもは演出家どもで、企画部員は企画部員で、怒とを組み、徳川時代の長脇差しと同じような定義の世界を作り出し、 ギリ人情で才能を処理して、会社員よりも会社員的な順番制度を作っている。それによって、各自の凡庸さを擁護し、芸術の個性と天才による走破を罪悪視し、組合違反と心得て、相互扶助の精神による才能の貧困の救済組織を完備していた。 うちにあっては才能の貧困の救済組織であるけれども、外に出てはアルコールの獲得組織で、この徒党は国民酒場を占領し、三四本ずつビールを飲み、酔っ払って芸術を論じている。彼らの帽子や挑髪やネクタイやブルースは芸術家であったが、彼らの魂や根性は、 会社員よりも会社員的であった。伊沢は芸術の独創を信じ、個性の独自性を諦めることができないので、義理人情の制度の中で安息することができないばかりか、その凡庸さと低俗卑劣な魂を憎まずにいられなかった。彼は都党ののけ者となり、 挨拶しても返事もされず、中には睨むものもある。思い切って社長室へ乗り込んで、戦争と芸術性の貧困とに理論上の必然性がありますかそれとも、軍部の意志ですかただ現実を映すだけなら、カメラと指が2、3本あるだけでたくさんですよ。いかなるアングルによって、これを裁断し、 芸術に構成するかという特別な使命のために、我々芸術家の存在が、社長は途中に顔を背けて、にがり切ってタバコを吹かし、お前はなぜ会社を辞めないのか、徴用が怖いからか、という顔つきで苦笑を始め、会社の企画通り世間並みの仕事に精を出すだけで、それで月給がもらえるなら余計なことを考えるな。 生意気すぎるという顔つきになり、一言も返事せずに帰れという身振りを示すのであった。占業中の占業でなくて何者であろうか。人思いに兵隊に取られ、考える苦しさから救われるなら、弾丸も飢餓も、むしろ太平楽のようにすら思われる時があるほどだった。 伊沢の会社では、ラバウルを落とすな、とか、飛行機をラバウルへ、とか、企画を立て、コンテを作っているうちに、米軍はもうラバウルを通り越して、サイパンに上陸していた。サイパン決戦。企画会議も終わらぬうちに、サイパン玉砕。そのサイパンから米機が頭上に飛び始めている。 焼夷弾の消し方、空の体当たり、じゃがいもの作り方、一気も生きて返すまじ、節電と飛行機、不思議な情熱であった。底知れぬ退屈を植え付ける奇妙な映画が次々と作られ、生フィルムは欠乏し、動くカメラは少なくなり、芸術家たちの情熱は、 白熱的に競争し、神風特攻隊、本土決戦。ああ、桜は散りぬ。何者かに疲れたごとく、彼らの史上は興奮している。そして青ざめた髪のごとく、退屈無限の映画が作られ、明日の東京は廃墟になろうとしていた。 伊沢の情熱は死んでいた。朝目が覚める。今日も会社へ行くのかと思うと眠くなり、うとうとすると警戒警報が鳴り響き、起き上がり、ゲートルを巻き、タバコを一本抜き出して火をつける。ああ、会社を休むと、このタバコがなくなるのだな、と考えるのであった。ある晩、 遅くなり、ようやく電車に取り付くことのできた伊沢は、すでに視線がなかったので、相当の夜道を歩いて我が家へ戻ってきた。明かりをつけると、奇妙に万年度の姿が見えず、留守中誰かが掃除をしたということも、誰かが入ったことすらも例がないので、いぶかりながら押し入れを開けると、積み重ねた布団の横に、 白地の女が隠れていた。不安の目で、伊沢の顔色を伺い、布団の間へ顔を潜らしてしまったが、伊沢の怒らぬことを知ると、安堵のために親しさが溢れ、呆れるぐらい落ち着いてしまった。口の中でブツブツとつぶやくようにしか物を言わず、そのつぶやきも、 こっちの尋ねることと何の関係もないことを、ああいい、またこういい、自分自身の思い詰めたことだけを、それもしごく漠然と要約して断片的に言いつづっている。伊沢は問わずに事情を悟り、多分叱られて思い余って逃げ込んできたのだろうと思ったから、無益気な怯えをなるべく与えぬ配慮によって、 質問を省略し、いつごろどこから入ってきたかということだけを尋ねると、女はわけのわからぬことをあれこれぶつぶつ言ったあげく、片腕をまくり上げて、その一箇所を撫でて、そこにはかすり傷がついていた。私、痛いの、とか、今も痛むの、とか、さっきも痛かったの、とか、 いろいろ時間を細かく区切っているので、ともかく夜になってから窓から入ったことが分かった。裸足で外を歩き回って入ってきたから部屋を泥で汚した。ごめんなさいねという意味も言ったけれども、あれこれ無数の袋工事をうろつき回るつぶやきの中から意味をまとめて判断するので、ごめんなさいねが、 どの道に連絡しているのだか、決定的な判断はできないのだった。深夜に隣人を叩き起こして、怯えきった女を返すのもやりにくいことであり。さりとて、夜が明けて女を返して、一夜止めたということが、いかなる誤解を生み出すか。相手が気違いのことだから、想像すらもつかなかった。 まあまあよ。伊沢の心には奇妙な勇気が湧いてきた。その実態は生活上の感情喪失に対する好奇心と刺激との魅力に惹かれただけのものであったが、どうにでもなるがいい。ともかく、この現実を一つの試練と見ることが俺の生き方に必要なだけだ。 白地の女の一夜を保護するという目の前の義務以外に何を考え何を恐れる必要もないのだと自分自身に言い聞かした彼はこの唐突千番な出来事に変に感動していることを恥ずべきことではないのだと自分自身に言い聞かせていた二つの寝床を敷き女を寝せて 電灯を消して、一、二分もしたかと思うと、女は急に起き上がり、寝床を抜け出て、部屋のどこか片隅にうずくまっているらしい。それがもし真冬でなければ、伊沢は強いてこだわらず眠ったかもしれなかったが、特別寒い夜更けで、一人分の寝床を二人に分割しただけでも、外気が直に肌に迫り、 体の震えが止まらぬぐらい冷たかった。起き上がって電灯をつけると、女は戸口のところに襟をかき合わせてうずくまっており、まるで逃げ場を失って追い詰められた目の色をしている。どうしたの眠りなさい。と言えば、あっけないほどすぐうなずいて、再び寝床に潜り込んだが、電気を消して一、二分もすると、 また、同じように起きてしまう。それを寝床へ連れ戻して、心配することはない。私はあなたの体に手を触れるようなことはしないからと言い聞かせると、女は怯えた目つきをして、何か言い訳じみたことを口の中でブツブツ言っているのであった。そのまま見たびめの電気を消すと、今度は女はすぐ起き上がり、 押し入れの塔を開けて、中へ入って、内側から塔を閉めた。この必要なやり方に、伊沢は腹を立てた。手荒く押し入れを開け放して、あなたは何を勘違いをしているのですか。あれほど説明もしているのに、押し入れへ入って塔を閉めるなどとは、人を侮辱するのも甚だしい。それほど信用できない家へ、 なぜ逃げ込んできたのですかそれは人を愚弄し、私の人格に不当な恥を与え、まるであなたが何か被害者のようではありませんか茶番もいい加減にしたまえ。けれどもその言葉の意味も、この女には理解する能力すらもないのだと思うと、これくらい張り合いのないバカバカしさもないもので、 女の横っ面を殴りつけて、さっさと眠る方が、何より気が利いていると思うのだった。すると女は、妙に割り切れぬ顔をして、何か口の中でブツブツ言っている。私は帰りたい。私は来なければよかった。という意味の言葉であるらしい。でも私はもう帰るところがなくなったから。 というので、その言葉には、伊沢もさすがに胸をつかれて。だから、安心してここで一夜を明かしたらいいでしょう。私が悪意を持たないのに、まるで被害者のような思い上がったことをするから、腹を立てただけのことです。押し入れの中などに入らずに、布団の中でお休みなさい。すると女は、伊沢を見つめて、 何か早口にブツブツ言う。え何ですかそして伊沢は飛び上がるほど驚いた。なぜなら、女のブツブツの中から、私はあなたに嫌われていますもの、という一言がはっきり聞き取れたからである。え何ですって伊沢が思わず目を見開いて聞き返すと、 女の顔は証然として、私は来なければよかった。私は嫌われている。私はそうは思っていなかった。という意味のことをくどくどと言い、そしてあらぬ一箇所を見つめて放心してしまった。伊沢は初めて了解した。女は彼を恐れているのではなかったのだ。まるで事態はあべこべだ。 女は叱られて、逃げ場に窮して、それだけの理由によって来たのではない。伊沢の愛情をさんに入れていたのであった。だが一体女が伊沢の愛情を信じることが起こり得るような何事があったであろうか。豚小屋の辺りや、路地や路上で、やあ、と言って、四五編挨拶したぐらい。 思えばすべてが唐突で、全く茶番に他ならず、居沢の前に白痴の意志や感受性や、ともかく人間以外のものが強要されているだけだった。伝統を消して一、二分経ち、男の手が女の体に触れないために、嫌われた自覚を抱いて、その恥ずかしさに布団を抜け出すということが、 白痴の場合は、それが真実悲痛なことであるのか、伊沢がそれを信じていいのか、これもはっきりはわからない。ついには押入れへ閉じこもる。それが白痴の恥辱と慈悲の表現と返していいのか。それを判断するための言葉すらもないのだから。事態はともかく、彼が白痴と同格に成り下がる以外に法がない。 生地に人間らしい分別がなぜ必要であろうか。白地の心の素直さを彼自身もまた持つことが人間の恥辱であろうか。俺にもこの白地のような心、幼い、そして素直な心が何より必要だったのだ。俺はそれをどこかへ忘れ、ただアクセクした人間どもの思考の中で、 薄汚く汚れ、巨毛の影を追い、ひどく疲れていただけだ。彼は女を寝床へ寝せて、その枕元に座り、自分の子供、三つか四つの小さな娘を眠らせるように、額の髪の毛を撫でてやると、女はぼんやり目を開けて、それが全く、 幼い子供の無心さと変わるところがないのであった。私はあなたを嫌っているのではない。人間の愛情の表現は、決して肉体だけのものではなく、人間の最後の住処は故郷で、あなたはいわば、常にその故郷の住人のようなものなのだから。などと、伊沢もはじめは、妙にしかつめらしく、 そんなことも言いかけてみたが、もとよりそれが通じるわけではないのだし、一体言葉が何者であろうか、何ほどの値打ちがあるのだろうか。人間の愛情すらも、それだけが真実のものだという、何の証もありえない。性の情熱を託するに足る真実なものが、果たしてどこにあり得るのか。 全ては虚毛の影だけだ。女の髪の毛を撫でていると、同国したい思いがこみ上げ、定まる影すらもないこの捉え難い小さな愛情が、自分の一生の宿命であるような、その宿命の髪の毛を、無心に撫でているような、切ない思いになるのであった。 この戦争は一体どうなるのであろう。日本は負け、米軍は本土に上陸して、日本人の大半は死滅してしまうのかもしれない。それはもう一つの超自然の運命。いわば天命のようにしか思われなかった。彼にはしかし、もっと必勝な問題があった。それは驚くほど必勝な問題で、 しかも目の先に差し迫り、常にちらついて離れなかった。それは、彼が会社からもらう200円ほどの給料で、その給料をいつまでもらうことができるか。明日にもクビになり、路頭に迷いはしないかという不安であった。彼は月給をもらうとき、同時にクビの宣告を受けはしないかとビクビクし、 月給袋を受け取ると、一月伸びた命のために、呆れるぐらい幸福感を味わうのだが、その悲傷さを顧みて、いつも泣きたくなるのであった。彼は芸術を夢見ていた。その芸術の前では、ただ一粒の陣愛でしかないような、二百円の給料が、どうして骨身に絡みつき、 生存の根底を揺さぶるような大きな苦問になるのであろうか。生活の外形のみのことではなく、その精神も魂も二百円に限定され、その非創さを凝視して、気も違わずに平然としていることが、なおさら情けなくなるばかりであった。怒涛の時代に美が何者だい、芸術は無力だ。 という部長のバカバカしい大声が、伊沢の胸に、まるで違った真実を込め、鋭い、そして巨大な力で食い込んでくる。ああ、日本は負ける。泥人形の崩れるように、同胞たちがバタバタ倒れ、吹き上げるコンクリートや、レンガのクズと一緒くたに、無数の足だの、首だの。 腕だのが舞い上がり、木も建物も何もない平らな墓地になってしまう。どの穴へ追い詰められ、どこで穴もろとも吹き飛ばされてしまうのだか。夢のような、けれどもそれは、もし生き残ることができたら、その新鮮な再生のために、そして全然予測のつかない新世界。 石屑だらけの野原の上の生活のために、伊沢はむしろ好奇心がうずくのだった。それは半年か一年先の当然訪れる運命だったが、その訪れの当然さにもかかわらず、夢の中の世界のような遥かな戯れにしか意識されていなかった。目の先のすべてを塞ぎ、 生きる希望を根こそぎさらいさる、たった二百円の決定的な力。夢の中にまで二百円に首を絞められ、うなされ、まだ二十七の青春のあらゆる情熱が漂白されて、現実に、すでに暗黒の荒野の上を、ぼうぼうと歩くだけではないか。伊沢は女が欲しかった。 女が欲しいという声は、伊沢の最大の希望ですらあったのに。その女との生活が200円に限定され、鍋だの釜だの、味噌だの米だの、みんな200円の呪文を追い、200円の呪文に疲れた子供が生まれ、女がまるで手先のように、呪文に疲れた鬼と化して、日々ブツブツつぶやいている。 胸の火も芸術も希望の光もみんな消えて生活自体が道端の馬糞のようにぐちゃぐちゃに踏みしだかれて乾き上がって風に吹かれて飛び散り跡形もなくなっていく爪の跡すらなくなっていく女の背にはそういう呪文が絡みついているのであった やりきれない悲傷な生活だった。彼自身には、この現実の悲傷さを、裁く力すらもない。ああ、戦争。この偉大なる破壊。奇妙奇手烈な公平さで、みんな裁かれ、日本中が石屑だらけの野原になり、泥人形がバタバタ倒れ。それは虚無の、 なんという切ない巨大な愛情だろうか。破壊の神の腕の中で、彼は眠りこけたくなり、そして彼は、警報が鳴ると、むしろ生き生きしてゲートルを巻くのであった。生命の不安と遊ぶことだけが、毎日の生きがいだった。警報が解除になるとがっかりして、 絶望的な感情の喪失がまた始まるのであった。この白痴の女は米を炊くことも味噌汁を作ることも知らない。配給の行列に立っているのが精一杯で喋ることすらも自由ではないのだ。まるで最も薄い一枚のガラスのように喜怒哀楽の美風にすら反響し、 方針と怯えの皺の間へ、人の意志を受け入れ、通過させているだけだ。二百円の悪霊すらも、この魂には宿ることができないのだ。この女はまるで、俺のために作られた、悲しい人形のようではないか。伊沢はこの女と抱き合い、暗い荒野をひょうひょうと風に吹かれて歩いている。 無限の旅路を目に描いた。それにもかかわらず、その想念が何か突飛に感じられ、途方もない馬鹿げたことのように思われるのは、そこにもまた、秘書を極まる人間の殻が、心の芯を蝕んでいるせいなのであろう。そしてそれを知りながら、しかもなお、 湧き出るようなこの想念と愛情の素直さが、全然虚妄のものにしか感じられないのはなぜだろう。白痴の女よりも、あのアパートのインバイフが、そして、どこかの貴婦人が、より人間的だという、何か本質的な掟きがあるのだろうか。けれどもまるで、その掟きが弦として存在している、 バカバカしいありさまなのであった。俺は何を恐れているのだろうか。まるであの二百円の悪霊が。俺は今、この女によって、その悪霊と絶縁しようとしているのに。そのくせやはり、悪霊の呪文によって、縛り付けられているではないか。恐れているのは、 ただ世間の見えだけだ。その世間とは、アパートのインバイフだの、妾だの、妊娠した低身体だの、アヒルのような鼻にかかった声を出してわめいている、おかみさんたちの行列会議だけのことだ。その他に、世間などはどこにもありはしないのに、そのくせ、このわかりきった事実を、俺は全然信じていない。 不思議な起きに怯えているのだ。それは驚くほど短い、同時にそれは無限に長い、一夜であった。長い夜の、まるで無限の続きだと思っていたのに、いつかしら夜がしらみ、夜明けの寒気が、彼の全身を感覚のない石のように固まらせていた。 彼は女の枕元で、ただ髪の毛を撫で続けていたのであった。その日から別な生活が始まった。けれどもそれは、一つの家に女の肉体が増えたということの他には、別でもなければ変わってすらもいなかった。それはまるで嘘のような空空ららしさで、 確かに彼の身辺に、そして彼の精神に、新たな芽生えの、ただ一本の穂先すら見出すことができないのだ。その出来事の異常さを、ともかく理性的に納得しているというだけで、生活自体に、机の置き場所が変わったほどの変化も起きてはいなかった。 彼は毎朝出勤し、そのルスタクの押し入れの中に、一人の白痴が残されて、彼の帰りを待っている。しかも彼は一足出ると、もう白痴の女のことなどは忘れており、何かそういう出来事が、もう記憶にも定かではない、十年、二十年前に行われていたかのような、 遠い気持ちがするだけだった。戦争というやつが、不思議に健全な健忘症なのであった。まったく、戦争の驚くべき破壊力や、空間の変転性というやつは、たった一日が何百年の変化を起こし、一週間前の出来事が、数年前の出来事に思われ、 一年前の出来事などは、記憶の最もどん底の下積みの底へ隔てられていた。伊沢の近くの道路なの工場の周りの建物などが取り壊され、街全体がただ舞い上がる誇りのような疎開騒ぎをやらかしたのもつい先頃のことであり、その後すらも片付いていないのに、それはもう、 一年前の騒ぎのように遠ざかり、街の様相を一変する大きな変化が、二度目にそれを眺めるときには、ただ当然な風景でしかなくなっていた。その健康な健忘症の雑多な欠片の一つの中に、白痴の女がやっぱり霞んでいる。昨日まで行列していた、駅前の居酒屋の、 疎開跡の棒切れだの。爆弾に破壊されたビルの穴だの。町の焼け跡だの。それらの雑多の欠片の間に挟まれて、白痴の顔が転がっているだけだった。けれども毎日警戒警報が鳴る。時には空襲警報も鳴る。すると彼は非常に不愉快な精神状態になるのであった。 それは彼のルスタクの近いところに空襲があり、知らない変化が現に起こっていないかという懸念であったが、その懸念の唯一の理由は、ただ女が取り乱して、飛び出してすべてが近隣へ知れ渡っていないかという不安なのだった。知らない変化の不安のために、彼は毎日明るいうちに家へ帰ることができなかった。 この低俗な不安を克服し得ぬ惨めさに、幾度なしく反抗したか。彼はせめて仕立て屋に、すべてを打ち明けてしまいたいと思うのだったが、その卑劣さに絶望して、なぜならそれは、被害の最も軽症な告白を行うことによって、不安を紛らす惨めな手段に過ぎないので、彼は自分の本質が、低俗な世間並みに過ぎないことを、 呪い、生き通るのみだった。彼には忘れ得ぬ二つの白痴の顔があった。街角を曲がるときだの、会社の階段を上るときだの、電車の人混みを抜け出るときだの、図らざる随所に二つの顔をふと思い出し、その度に彼の一切の思念が凍り、 そして一瞬の逆上が絶望的に凍りついているのであった。その顔の一つは、彼が初めて白痴の肉体に触れた時の白痴の顔だ。そしてその出来事自体は、その翌日には一年昔の記憶の彼方へ遠ざけられているのであったが、ただ顔だけが切り離されて思い出されてくるのである。 その日から白痴の女は、ただ待ち設けている肉体であるに過ぎず、その他の何の生活も、ただ一切れの考えすらもないのであった。常にただ待ち設けていた。伊沢の手が、女の肉体の一部に触れるというだけで、女の意識する全部のことは、肉体の行為であり、そして体も、 そして顔も、ただ待ち設けているのみであった。驚くべきことに、深夜、伊沢の手が女に触れるというだけで、眠り知れた肉体が同一の反応を起こし、肉体のみは常に生き、ただ待ち設けているのである。眠りながらも。けれども、 目覚めている女の頭に何事が考えられているかといえば、もともとただの空虚であり、あるものはただ魂の昏睡と、そして生きている肉体のみではないか。目覚めた時も魂は眠り、眠った時もその肉体は目覚めている。あるものはただ、無自覚な肉欲のみ。 それはあらゆる時間に目覚め、虫のごとき生まざる反応の、春道を起こす肉体であるに過ぎない。もう一つの顔。それは折から、伊沢の休みの日であったが、白中遠からぬ地区に、二時間にわたる爆撃があり、防空壕を持たない伊沢は、女と共に押し入れに潜り、布団を縦に隠れていた。 爆撃は伊沢の家から四五百メートル離れた地区へ集中したが、地軸ろとも家は揺れ、爆撃の音と同時に呼吸も試練も中絶する。同じように落ちてくる爆弾でも、焼夷弾と爆弾では、凄みにおいて青大将とマムシぐらいの相違があり、焼夷弾にはガラガラという、 特別不気味な音響が仕掛けてあっても、地上の爆発音がないのだから、音は頭上でスーと消えうせ、流頭ダビとはこのことで、ダビどころか全然尻尾がなくなるのだから、決定的な恐怖感に欠けている。けれども爆弾というやつは、落下音こそ小さく低いが、ザーという雨降りの音のような、ただ一本の棒を引き、 こいつが最後に、地くもろとも引き裂くような爆発音を起こすのだから、ただ一本の棒にこもった、充実した凄みといったら論外で、ずどずどずどと、爆発の足が近づくときの、絶望的な恐怖ときては、額面通りに、生きた心持ちがないのである。おまけに飛行機の高度が高いので、 ブンブンという頭上通過のベーの音も、しごくかすかに何食わぬ風に響いていて、それはまるで、よそ見をしている怪物に、大きな斧で殴りつけられるようなものだ。攻撃する相手の様子が不確かだから、爆音のうなりの変な遠さが、はなはだ不安であるところへ、そこからザーと、雨降りの棒一本の落下音が伸びてくる。 爆発を待つまの恐怖。全くこいつは、言葉も呼吸も思念も止まる。いよいよ今度は小田仏だという絶望が、発狂寸前の冷たさで、生きて光っているだけだ。伊沢の小屋は、幸い四方が、アパートだの、基地外だの、下手屋などの二階屋で取り囲まれていたので、近隣の家は、 窓ガラスが割れ、屋根の傷んだ家もあったが、彼の小屋のみ、ガラスにひびすらも入らなかった。ただ豚小屋の前の畑に、血だらけの防空頭巾が落ちてきたばかりであった。押し入れの中で、伊沢の目だけが光っていた。彼は見た、白地の顔を、虚空をつかむ、 その絶望の苦問を。ああ、人間には理智がある。いかなる時にも、なおいくらかの抑制や抵抗は影を留めているものだ。その影ほどの理智も抑制も抵抗もないということが、これほど浅ましいものだとは。女の顔と全身に、 ただ死の窓へ開かれた恐怖と苦悶が凝りついていた。苦悶は動き、苦悶はもがき、そして苦悶が一滴の涙を落としている。もし犬の目が涙を流すなら、犬が笑うと同様に周回極まるものであろう。影すらも理知のない涙とは、これほども醜悪なものだとは、 爆撃のさなかにおいて、四五歳ないし六七歳の幼児たちは、奇妙に泣かないものである。彼らの心臓は、波のような動機を打ち、彼らの言葉は失われ、異様な目を大きく見開いているだけだ。全身に生きているのは目だけであるが、それは一見したところ、 ただ大きく見開かれているだけで、必ずしも不安や恐怖というものの直接劇的な表情を刻んでいるというほどではない。むしろ本来の子供よりも、かえって理知的に思われるほど上位を静かに殺している。その瞬間にはあらゆる大人もそれだけで、あるいはむしろそれ以下で、 なぜならむしろ露骨な不安や死への苦悶を表すからで、いわば子供が大人よりも理知的にすら見えるのだった。白痴の苦悶は子供たちの大きな目とは似ても似つかぬものであった。それはただ本能的な死への恐怖と死への苦悶があるだけで、 それは人間のものではなく、虫のものですらもなく、醜悪な一つの動きがあるのみだった。やや似たものがあるとすれば、一寸五分ほどの芋虫が五尺の長さに膨れ上がってもがいている動きぐらいのものだろう。そして目に一滴の涙をこぼしているのである。言葉も叫びも、 埋め気もなく、表情もなかった。伊沢の存在すらも、意識してはいなかった。人間ならば、過ほどの孤独があり得るはずはない。男と女と、ただ二人押し入れにいて、その一方の存在を忘れ果てるということが、人の場合にあり得るべきはずはない。 人は絶対の孤独というが、他の存在を自覚してのみ、絶対の孤独もあり得るので、過ほどまで盲目的な、無自覚な、絶対の孤独があり得ようか。それは芋虫の孤独であり、その絶対の孤独の層の浅ましさ。心の影の片鱗もない、苦悶の層の見るに耐えぬ醜悪さ。 爆撃が終わった伊沢は女を抱き起こしたが伊沢の指の一本が胸に触れても反応を起こす女がその肉欲すら失っていたこのムを抱いて無限に落下し続けている暗い暗い無限の落下があるだけだった彼はその日 爆撃直後に散歩に出て、なぎ倒された民家の間で、吹き飛ばされた女の足も、蝶の飛び出した女の腹も、ねじ切れた女の首も見たのであった。3月10日の大空襲の焼け跡も、まだ吹き上げる煙をくぐって、伊沢はあてもなく歩いていた。 人間が焼き鳥と同じように、あっちこっちに死んでいる。一塊に死んでいる。全く焼き鳥と同じことだ。怖くもなければ、汚くもない。犬と並んで、同じように焼かれている死体もあるが、それは全く犬死にで、しかしそこには、その犬死にの悲しさも、 考えすらもありはしない。人間が犬のごとくに死んでいるのではなく、犬と、そして、それと同じような何者かが、ちょうど一皿の焼き鳥のように盛られ、並べられているだけだった。犬でもなく、もとより人間ですらもない。白地の女が焼け死んだら、 土から作られた人形が土に帰るだけではないか。もしこの街に焼夷弾の降り注ぐ夜が来たら、伊沢はそれを考えると変に落ち着いて沈み考えている自分の姿と自分の顔、自分の目を意識せずにいられなかった。俺は落ち着いている。そして、 空襲を待っている。よかろう。彼はせせら笑うのだった。俺はただ、醜悪なものが嫌いなだけだ。そして、もともと魂のない肉体が、焼けて死ぬだけのことではないか。俺は女を殺しはしない。俺は卑劣で、低俗な男だ。 俺にはそれだけの度胸はない。だが、戦争が多分女を殺すだろう。その戦争の冷酷な手を、女の頭上へ向けるための、ちょっとした手がかりだけをつかめばいいのだ。俺は知らない。多分、何かある瞬間が、それを自然に解決しているに過ぎないだろう。 そして伊沢は空襲を極めて冷静に待ち構えていた。それは4月15日であった。その2日前、13日に、東京では2度目の夜間大空襲があり、池袋だの、巣鴨だの、山手方面に被害があったが、たまたまその理災証明が手に入ったので、 伊沢は埼玉へ買い出しに出かけ、いくらかの米をリュックに背負って帰ってきた。彼が家へ着くと同時に警戒警報が鳴り出した。次の東京の空襲がこの街のあたりだろうということは、焼け残りの地域を考えれば誰にも想像のつくことで。早ければ明日、遅くとも一ヶ月とはかからない。 この街の運命の日が近づいている。早ければ明日と考えたのは、これまでの空襲の速度。変態夜間爆撃の準備期間の間隔が、早くて明日ぐらいであったからで。この日がその日になろうとは、伊沢は予想していなかった。それゆえ買い出しにも出かけたので、買い出しといっても、 目的は他にもあり。この農家は、伊沢の学生時代に縁故のあった家であり。彼は二つのトランクと、リュックに詰めた物品を預けることが、むしろ主要な目的であった。伊沢は疲れきっていた。旅装は防空服装でもあったから、リュックを枕に、そのまま部屋の真ん中にひっくり返って、 彼は実際、この差し迫った時間に、うとうとと眠ってしまった。ふと目が覚めると、諸方のラジオはガンガン鳴り立てており、変態の戦闘は、もう伊豆南端に迫り、伊豆南端を通過した。同時に空襲警報が鳴り出した。いよいよこの町の最後の日だ。伊沢は直角した。 白地を押し入れの中に入れ、伊沢はタオルをぶら下げ、歯ブラシを加えて糸端へ出かけたが、伊沢はその数日前に、ライオン練り歯磨きを手に入れ、長い間忘れていた練り歯磨きの、甲中に染み渡る爽快さを懐かしんでいたので、運命の日を直覚すると、どういうわけだか、歯を磨き、顔を洗う気になったが、 第一に、その練り歯磨きが、当然あるべき場所から、ほんのちょっと動いていただけで、長い時間。それは実に長い時間に思われた。見当たらず。ようやくそれを見つけると、今度は石鹸。この石鹸も、方向のある昔の化粧石鹸。が、これもちょっと場所が動いていただけで、長い時間見当たらず。ああ。 俺は慌てているな。落ち着け、落ち着け。頭を戸棚にぶつけたり、机につまずいたり。そのために彼は、暫時の間、一切の動きと思念を中絶させて、精神統一を図ろうとするが、体自体が本能的に慌て出して、滑り動いていくのである。ようやく石鹸を見つけ出して、糸端へ出ると、 仕立て屋夫婦が畑の隅の防空壕へ荷物を投げ込んでおり、アヒルによく似た屋根裏の娘が荷物をぶら下げてウロウロしていた。伊沢はともかく練り歯磨きと石鹸を断念せずに突き止めた必要さを祝福し、果たしてこの夜の運命はどうなるのだろうと思った。まだ顔を吹き終わらぬうちに降車法が鳴り始め、 頭を上げると、もう頭上に十何本の小空刀が入り乱れて真上を刺して騒いでおり、工房の真ん中にベ気がぽっかり浮いている。続いて一機、また一機、太目を下方へ下ろしたら、もう駅前の方角が火の海になっていた。いよいよ来た。事態がはっきりすると、 伊沢はようやく落ち着いた。防空頭巾をかぶり、布団をかぶって軒先に立ち、二十四機まで伊沢は数えた。ぽっかり工房の真ん中に浮いて、みんな頭上を通過している。降車砲の音だけが、気が違ったようになり続け、爆撃の音は一向に起こらない。 二十五機を数えるときから、例のガラガラと、ガードの上を貨物列車が駆け去るときのような、焼夷弾の落下音が鳴り始めたが、伊沢の事情を通り越して、後方の工場地帯へ集中されているらしい。軒先からは見えないので、豚小屋の前まで行って後ろを見ると、工場地帯は火の海で、 呆れたことには、今まで頭上を通過していた飛行機と、正反対の方角からも、次々と米機が来て、後方一帯に爆撃を加えているのだ。するともうラジオは止まり、空一面は赤々と厚い煙の幕に隠れて、米機の姿も、小空島の攻防も、全く視界から失われてしまった。 北方の一角を残して、辺りは火の海となり、その火の海が次第に近づいていた。下手や夫婦は用心深い人たちで、常から防空壕を荷物用に作ってやり、目張りの泥も用意しておき、万事手順通りに防空壕に荷物を詰め込み、目張りを塗り、そのまた上へ畑の土もかけ終わっていた。 この日じゃとてもダメですね。下手屋は昔の火消しの装束で腕組みをして火の手を眺めていた。消せったってこれじゃあ無理だ。あたしはもう逃げますよ。煙に巻かれて死んでみても始まらねえや。下手屋はリアカーに一山の荷物を積み込んでおり、先生、一緒に引き上げましょう。 伊沢はその時、想像しいほど複雑な恐怖感に襲われた。彼の体は、下手屋と一緒に滑りかけているのであったが、体の動きを振り切るような、一つの心の抵抗で滑りを止めると。心の中の一角から、張り裂けるような悲鳴の声が、同時に起こったような気がした。 この一瞬の遅延のために焼けて死ぬ。彼はほとんど恐怖のために放心したが、再び、ともかく自然によろめき出すような体の滑りをこらえていた。僕はね、ともかく、もうちょっと、残りますよ。僕はね、仕事があるのだ。僕はね、ともかく芸人だから、 命のとことんのところで自分の姿を見つめ得るような機会には、そのとことんのところで最後の取引をしてみることを要求されているのだ。僕は逃げたいが逃げられないのだ。この機会を逃がすわけにはいかないのだ。もうあなた方は逃げてください。早く、早く。一瞬間が全てを手遅れにしてしまう。 早く、早く、一瞬間がすべてを手遅れに。すべてとは、それは伊沢自身の命のことだ。早く早く、それは下手ををき立てる声ではなくて、彼自身が一瞬も早く逃げたいための声だった。彼がこの場所を逃げ出すためには、あたりの人々が、 みんな立ち去った後でなければならないのだ。さもなければ白地の姿を見られてしまう。じゃあ先生、お大事に。リアカーを引っ張り出すと、下手屋も慌てていた。リアカーは、路地の隅々にぶつかりながら立ち去った。それがこの路地の住人たちの、最後に逃げる姿であった。 岩を洗う土頭の無限の音のような、屋根を打つ降車砲の無数の破片の無限の落下の音のような、急死と皇帝の何もないザーザーという不気味な音が無限に連続しているのだが、それが不動を流れている避難民たちの一塊の足音なのだ。降車砲の音などは、 もう間が抜けて、足音の流れの中に、奇妙な命がこもっていた。皇帝と休止のない、機械な音の無限の流れを、世の何人が足音と判断しえよう。天地はただ、無数の音響でいっぱいだった。米機の爆音、降射砲、落下音、爆発の音響、足音。 屋根を打つ断片。けれども、伊沢の身辺の何十メートルかの周囲だけは、赤い天地の真ん中で、ともかく小さな闇を作り、全然ひっそりしているのだった。へんてこな静寂の厚みと、気の違いそうな孤独の厚みが、のっぷりあたりを包んでいる。もう三十秒、もう十秒だけ待とう。 なぜ、そして誰が命令しているのだか、どうしてそれに従わねばならないのだか、伊沢は気違いになりそうだった。突然、もだえ、泣き喚いて、盲目的に走り出しそうだった。その時、鼓膜の中をかき回すような落下音が頭の真上へ落ちてきた。夢中に伏せると、 頭上で音響は突然消えうせ、嘘のような静寂が再びあたりに戻っている。やれやれ、脅かしやがる。伊沢はゆっくり起き上がって、胸や膝の土を払った。顔を上げると、キチガイの家が火を吹いている。なんだい、とうとう落ちたのか。 彼は奇妙に落ち着いていた。気がつくと、その左右の家も、すぐ目の前のアパートも、火を噴き出しているのだ。伊沢は家の中へ飛び込んだ。押し入れの戸を跳ね飛ばして、実際それは外れて飛んで、バタバタと倒れた。白痴の女を抱くように、布団をかぶって走り出た。 それから一分間ぐらいのことが全然夢中でわからなかった。路地の出口に近づいたとき、また音響が頭上めがけて落ちてきた。伏せから起き上がると、路地の出口のタバコ屋も火を吹き、向かいの家では仏壇の中から火が吹き出しているのが見えた。路地を出て振り返ると、 下て屋も火を吹き始め、どうやら伊沢の小屋も燃え始めているようだった。辺りは全くの火の海で、不動の上には避難民の姿もなく、火の粉が飛び交い舞い狂っているばかり。もうダメだと伊沢は思った。十字路へ来ると、ここから大変な混雑で、あらゆる人々が、 ただ一方を目指している。その方向が一番火の手が遠いのだ。そこはもう道ではなくて、人間と荷物の悲鳴の重なり合った流れに過ぎず、押し合いへし合い、突き進み、踏み越え押し流され、落下音が頭上に迫ると、流れは一時に地上に伏して、不思議にぴったり止まってしまい、 何人かの男だけが流れの上を踏みつけて駆け去るのだが、流れの大半の人々は、荷物と子供と女と老人の連れがあり、呼び交わし、立ち止まり、戻り、突き当たり跳ね飛ばされ、そして火の手はすぐ道の左右に迫っていた。小さな十字路へ来た。 流れの全部が、ここでも一方を目指しているのは、やはりそっちが、火の手が最も遠いからだが、その方向には、空き地も畑もないことを、伊沢は知っており、次の米機の焼夷弾が行く手を塞ぐと、この道には死の運命があるのみだった。一方の道は、すでに両側の家が燃え狂っているのだが、 それを越すと小川が流れ、小川の流れを数兆登ると麦畑へ出られることを伊沢は知っていた。その道を駆け抜けていく一人の影すらもないのだから、伊沢の決意も鈍ったが、ふと見ると、百五十メートルぐらい先の方で、儲かに水をかけているたった一人の男の姿が見えるのであった。 猛火に水をかけると言っても、決して勇ましい姿ではなく、ただバケツをぶら下げているだけで、たまに水をかけてみたり、ぼんやり立ったり、歩いてみたり、変にちどんな動きで、その男の心理の解釈に苦しむような、間の抜けた姿なのだった。ともかく、一人の人間が、やけしにもせず立っていられるのだからと、伊沢は思った。 俺の運を試すのだ。運。まさに、もう残されたのは、一つの運。それを選ぶ決断があるだけだった。十字路に溝があった。伊沢は溝に布団を浸した。伊沢は女と肩を組み、布団をかぶり、群衆の流れに決別した。猛火のマイクルー道に向かって、 一足歩きかけると、女は本能的に立ち止まり、群衆の流れる方へ引き戻されるようにふらふらとよろめいていく。馬鹿<カ>。女の手を力いっぱい握って引っ張り、道の上へよろめいて出る女の肩を抱きすくめて、そっちへ行けば死ぬだけなのだ。女の体を自分の胸に抱きしめて、囁いた。 死ぬ時は、こうして、二人一緒だよ。恐れるな。そして、俺から離れるな。火も爆弾も忘れて、おい、俺たち二人の一生の道はな、いつもこの道なんだよ。この道をただまっすぐ見つめて、俺の肩にすがりついてくるがいい。わかったね。女はごくんとうなずいた。 そのうなずきは幼稚であったが、伊沢は感動のために狂いそうになるのであった。ああ、長い長い幾度かの恐怖の時間。夜昼の爆撃の下において、女が表した初めての意志であり、ただ一度の答えであった。そのいじらしさに、伊沢は逆上しそうであった。今こそ人間を抱きしめており、 その抱きしめている人間に、無限の誇りを持つのであった。二人は儲かをくぐって走った。熱風の塊の下を抜け出ると、道の両側はまだ燃えている火の海だったが、すでに塔は焼け落ちた後で、火星は衰え、熱気は少なくなっていた。そこにも溝が溢れていた。 女の足から肩の上まで水を浴びせ、もう一度布団を水に浸してかぶり直した。道の上に焼けた荷物や布団が飛び散り、人間が二人死んでいた。四十ぐらいの女と男のようだった。二人は再び肩を組み、火の海を走った。二人はようやく小川の淵へ出た。 ところがここは、小川の両側の工場が、猛火を吹き上げて燃え狂っており、進むことも、尻ぞくことも、立ち止まることもできなくなったが、ふと見ると、小川にはしごがかけられているので、布団をかぶせて女を下ろし、伊沢は一気に飛び降りた。決別した人間たちが、三三五五の川の中を歩いている。 女は時々自発的に体を水に浸している。犬ですらそうせざるを得ぬ状況だったが、一人の新たな可愛い女が生まれ出た新鮮さに、伊沢は目を見開いて水を浴びる女の死体をむさぼり見た。小川は炎の下を出外れて暗闇の下を流れ始めた。 空一面の火の色で真の暗闇はありえなかったが、再び生きてみることを得た暗闇に、伊沢はむしろ、得体の知れない大きな疲れと、果て知れぬ虚無とのために、ただ方針が広がる様を見るのみだった。その底に小さな安堵があるのだが、それは変にケチ臭い、馬鹿げたものに思われた。 何もかも、バカバカしくなっていた。川を上がると、麦畑があった。麦畑は三を丘に囲まれて、三頂四方ぐらいの広さがあり、その真ん中を、国道が丘を切り開いて通っている。丘の上の住宅は燃えており、麦畑の淵の銭,の銭湯と、工場と、寺院と何かが燃えており、 そのおのおのの火の色が、白、赤、大々、青、濃淡とりどり、みんな違っているのである。にわかに風が吹き出して、ゴーゴーと空気が鳴り、霧のような細かい水滴が一面に降りかかってきた。群衆はなお延々と国道を流れていた。麦畑に休んでいるのは数百人で、 延々たる国道の群衆に比べれば、ものの数ではないのであった。麦畑の続きに雑木林の丘があった。その丘の林の中には、ほとんど人がいなかった。二人は小立ちの下へ、布団を敷いて寝転んだ。丘の下の畑の淵に、一軒の農家が燃えており、 水をかけている数人の人の姿が見える。その裏手に井戸があって、一人の男がポンプをガチャガチャやり、水を飲んでいるのである。それをめがけて、畑の四方から、たちまち二十人ぐらいの老幼男女が駆け集まってきた。彼らはポンプをガチャガチャやり、代わる代わる水を飲んでいるのである。 それから燃え落ちようとする家の火に手をかざして、ぐるりと並んで暖を取り、崩れ落ちる火の塊に飛びのいたり、煙に顔を背けたり、話をしたりしている。誰も消火に手伝うものはなかった。眠くなったと女がいい、私疲れたのとか、足が痛いのとか、目も痛いのとかのつぶやきのうち、 三つに一つぐらいは、私眠りたいの、と言った。眠るがいいさ、と、伊沢は女を布団にくるんでやり、タバコに火をつけた。何本目かのタバコを吸っているうちに、遠く彼方に解除の警報が鳴り、数人の巡査が麦畑の中を歩いて解除を知らせていた。 彼らの声は一様に潰れ、人間の声のようではなかった。鎌田所管内の者は、矢口国民学校が焼け残ったから集まれ、と触れている。人々が畑のうねから起き上がり、国道へ降りた。国道は再び人の波だった。しかし、伊沢は動かなかった。彼の前にも巡査が来た。 その人は何かね怪我をしたのかねい,いえ、疲れて寝ているのです。矢口国民学校を知っているかねええ、一休みして後から行きます。勇気を出したまえ、これ式のことに。巡査の声はもう続かなかった。巡査の姿は消え去り、雑木林の中には、 とうとう二人の人間だけが残された。二人の人間だけが。けれども女は、やはりただ一つの肉塊に過ぎないではないか。女はぐっすり眠っていた。すべての人々が、今焼け跡の煙の中を歩いている。すべての人々が家を失い、そしてみんな歩いている。 眠りのことを考えてすらいないであろう。今眠ることができるのは、死んだ人間と、この女だけだ。死んだ人間は、再び目覚めることがないが、この女はやがて目覚め、そして目覚めることによって、眠りこけた肉体に、何者を付け加えることもありえないのだ。 女はかすかであるが、今まで聞いた覚えのないいびき声を立てていた。それは豚の鳴き声に似ていた。まったくこの女自体が、豚そのものだと、伊沢は思った。そして彼は、子供の頃の小さな記憶の断片を、ふと思い出していた。 一人のガキ大将の命令で十何人かの子供たちが小豚を追い回していた。追い詰めて、ガキ大将はジャックナイフでいくらかの豚の尻肉を切り取った。豚は痛そうな顔もせず、特別の鳴き声も立てなかった。尻の肉を切り取られたことも知らないように、ただ逃げ回っているだけだった。 伊沢は米軍が上陸して、銃砲弾が八方にうなり、コンクリートのビルが吹き飛び、樹上に米機が急降下して、機重装車を加える下で、土煙と、崩れたビルと、穴の間を転げ回って、逃げ歩いている自分と女のことを考えていた。崩れたコンクリートの影で、女が一人の男に押さえつけられ、 男は女をねじ倒して、肉体の行為にふけりながら、男は女の尻の肉をむしり取って食べている。女の尻の肉はだんだん少なくなるが、女は肉欲のことを考えているだけだった。明け方に近づくと冷え始めて、伊沢は冬の街灯も着ていたし、厚いジャケツも着ているのだが、 寒気が耐え難かった。下の麦畑の淵の処方には、なお燃え続けている一面の火の腹があった。そこまで行って暖を取りたいと思ったが、女が目を覚ますと困るので、伊沢は身動きができなかった。女の目を覚ますのが、なぜか耐えられぬ思いがしていた。 女の眠りこけているうちに、女を置いて立ち去りたいとも思ったが、それすらもめんどくさくなっていた。人が物を捨てるには、例えば紙くずを捨てるにも、捨てるだけの張り合いと潔癖ぐらいはあるだろう。この女を捨てる張り合いも、潔癖も失われているだけだ。微人の愛情もなかったし、 未練もなかったが、捨てるだけの張り合いもなかった。生きるための明日の希望がないからだった。明日の日に、例えば女の姿を捨ててみても、どこかの場所に何か希望があるのだろうか。何を頼りに生きるのだろう。どこに住む家があるのだか。 眠る穴ぼこがあるのだか、それすらもわかりはしなかった。米軍が上陸し、天地にあらゆる破壊が起こり、その戦争の破壊の巨大な愛情が、すべてを裁いてくれるだろう。考えることもなくなっていた。夜が知らんできたら、女を起こして、焼け跡の方には見向きもせず、 ともかくねぐを探して、なるべく遠い停車場を目指して歩き出すことにしようと、伊沢は考えていた。電車や汽車は動くだろうか。停車場の周囲の枕木の垣根に持たれて休んでいるとき。今朝は果たして空が晴れて、俺と、俺の隣に並んだ豚の背中に、 太陽の光が注ぐだろうかと、伊沢は考えていた。あまりに今朝が寒すぎるからであった。